ミニプラでもね、超かっこいいブンブントレーラーが完成します。ブンブンオフロードアタックモード、めちゃくちゃ躍動感あるポージングもねできちゃうので、もう最高ですよ。ブンブンまで再現できるってすごくないですか。今回のミニプラ、バンダイマニア元気モニモニモニちゃんです。バンマル上陸リックンです。届ける花丸ナイマルです。今日紹介するのはこちら、ミニプラ爆上げ合体シリーズ01ブンブンジャーロボです。はい、皆さん待ってましたよね。はい、待ってました。ミニプラに若気世代ブンブンジャーが登場しました。イエーイ、ミニプラ今年もやってきましたね。やってきました。今回もクオリティ高そうですよ、ね、今年なんかブンブンジャーロボだけかと思ったら、お、なんですかこれ。そうなんですよ、今回ですねブンブンジャーのプレートも付属します。うわ、珍しいですよね。珍しいよね。嬉しいですよね。しかも嬉しい、一緒に並べられるのも嬉しいね。最高です、うん、しかも今回どうやらね特典もあるそうなので、ぜひね楽しみにしていてください、うん、それでは早速やっていこう。バンバニ、まずはラインナップを紹介します。ブンブントレーラー ABCD、 ブンブンオフロード、ブンブンワゴンの全6種類となっております。では詳しく見ていきましょう。まずはブンブントレーラーを見ていきます。こちらはブンブントレーラー ABCD の4箱で完成します。完成した状態がこちらになります。やっぱねブンブントレーラー迫力がありますよね。ミニプラでもね超かっこいいブンブントレーラーが完成します。サイドのデザインを見るとこのようになっております。ちゃんとねブンブンジャーのデザインもありますし、機械的なデザインもシールでね再現されております。しかもねこの前輪と後輪がちゃんとね回転するんですよ。これだけでもね楽しいですよね。さらにねブンブントレーラーといえば変形ですよね。早速ねゲートモードへの変形をやっていきます。ゲートモードが完成しました。開くとめちゃくちゃでかくないですか。このサイズ感最高です。ちゃんとねレールがあるのでこんな感じにね前に出すこともできますし、ブンブンカーをねセットすることもできちゃいます。プープー。続いてはブンブンオフロード、こちらは一箱で完成します。オフロードということで、このどっしりとした車体がモニちゃんのお気に入りなんですよ。道の悪いところでもズンズン進んでいけるオフロードだから、どっしりした車体になってるんだね。そしてこの青いボディ、かっこいいよね。青い車憧れちゃうな。で、車体の部分にはこうやってむき出しのメカディティールとかがあって、本当にかっこいい車になってるよね。しかもちゃんとこの車体の裏の部分までメカディティールの造形があるんだよ。すごくない？細かいよね。そしてこのブンブンオフロード変形ギミックも楽しめます。じゃあ早速アタックモードに変形だ。ガシャーン、ブンブンオフロードアタックモード、鋭いドライバーの先っちょが出てきました。ウィーンウィーン、ネジを緩めます。ブンブーン、キキー。ということでこちらはブンブンワゴン、こちらも一箱で完成します。ブンブンワゴンといえばですよ、この鮮やかなピンクのカラーリング、いやーいいですね。ミニプラでもしっかりと再現されております。で、このワゴンの形、この四角い感じですよね、私これ大好きなんですよ。このぐらいのねちゃんとボリュームがあればですよ、こうやって走っててヤンヤンやるカーがいてもドーンとねぶつかっても大丈夫。そしてこのブンブンワゴンももちろん変形できます。早速アタックモードにしていきましょう。ガシャーン、はい、こんな風にですねアタックモードにすることができちゃいます。もちろんねこの横側の方も動くので、ブンブンジャロボに合体させるときはこちらも稼働して合体させてください。バンマニ、ではロボモードへ変形していきます。まずレールをガシャーン前に出して変形だ。デラックス版とね同様に変形できるので、ここをねぐるんって回してトレーラーのね絵柄がある部分を閉じます。こちら側もね先ほどと同様に変形させます。そしたら後ろ側もこのように変形させて、顔が正面に来るように変形させます。タイヤも回転しますね。合体待機状態が完成しました。もうねめちゃくちゃワクワクするデザインになってますよね。いつ見てもかっこいいな。ではブンブンジャーロボに合体していきますよ。じゃあねアタックモードに
変形させてブンブンオフロードを合体合体そして変形完成ブンブンジャーロボーヒューヒューバカミーはい来ましたミニプラでもブンブンジャーロボが完成しましたやっぱね腕についたこのブンブンワゴンそしてブンブンオフロード迫力満点ですよそしてねミニプラといえば可動ですよね首もブンブン動くし胴体の部分もねロールになっているのでこのように動かすことができますししかもね腕も動かせて肘の部分もねちゃんと曲げることができちゃいますこれは嬉しいですよねさらに股関節の部分膝の部分もねおおすげえめちゃくちゃ動く足首もねこんな感じにめちゃくちゃ動かせるのでポージングの幅がとんでもないことになっておりますミニプラのね可動域を活かせばこんな感じでねブンブンジャーロボにね合体した時のね走っている時のようなねポーズもできちゃいますもう劇中まんまじゃないですかこのシートも活かせばキキー敵を倒した後のねこんなポーズもできちゃいますめちゃくちゃ躍動感あるポージングもねできちゃうのでもう最高ですよマントもねこんな感じに動かすことができるので劇中にね近い遊びまでできちゃいますよさらにフェイスパーツを付け替えるとブンドリオブンデラスを再現することもできちゃうんですブンブンまで再現できるってすごくないですか今回のミニプラ合体前でも遊びごたえありますねそしてそしてブンブントレーラーには見てくださいブンブンジャーのプレートが付属しますいや最高ですよ本当にねサイズ感もミニプラのねサイズに合うようになっているので一緒に飾りたくなりますねそしてですよ今回はスペシャルな特典として単品版にはテント開封セット版には同梱でミニプラ01ブンブンジャーロボ発売記念スペシャルシールをゲットすることができちゃうんです見てくださいキラッキラですよねホロ加工が施されたシールということで早速貼ってみましょうキラッキラシールをね付けた状態のブンブンジャーロボが完成するんですトレーラーのねフロントの部分キラッキラですよねしかもねこのブンブンワゴンのね車体もキラキラですよしかもねここを開けばトレーラーの部分がね光ってますブンブントレーラーの状態でもねかっこよさそうですよねぜひね通常のシールだけじゃなくてこちらのねキラキラシールもゲットして合わせてね遊んでみてくださいバンマリン今日はミニプラ爆上げ合体シリーズ01ブンブンジャーロボを紹介しました今年ももうとんでもないクオリティ爆上げです今回はさやっぱロボで楽しむだけじゃなくってこうブンブンカー状態とあとプレートを一緒にね、うんうん、飾れるっていうのがね、はい、嬉しいよねそうなんです変形も超楽しいし、やっぱね合体してから稼働できるって、うん、最高ですよね最高ですよ、うん、ミニプラでですよ、うん、ミニプラでこれだけの稼働があって、うんね、それぞれでも遊べても最高すぎますし、はい、これですよそうですねすごいね、うん、こんな特典だなんて、うん、このシールだけでもキラキラですからねそうですね、うん、しかもね工具不要で誰でもね簡単に組み立てられるのでね皆さんもぜひ挑戦してみてくださいミニプラ爆上げ合体シリーズ01ブンブンジャーロボは4月29日発売予定爆上げ戦隊ブンブンジャーはテレビ朝日にて毎週日曜午前9時30分より放送中このアイテムが気になったら概要欄をチェック高評価とチャンネル登録もよろしくお願いしますそれではまた次回の動画でお会いしましょうせーのバイバーイ